が朝鳴っててびっくりしました。やっぱり恋愛禁止条例ですよね。まあ自分のチョコミントいっぱいありがとう。だよね、いいですよね。あ、すごい当たりだって、当たり当たりだって、おめでとう。赤く腫れてたとこだいぶ良くなったけど、まだ若干ちょっと跡は残ってるって感じです。明日はココテンの前に少しだけお仕事がありますけど頑張ります。ココテンも楽しみ、久しぶりだから。ありがとうございます。夏休みの前にですね、テストがあります、学校の。マジでちゃんと頑張りたいと思います。いつの間にかチョコミンクが18に下がってほしい。下がっていたね。ね、生誕祭いつなんだろうね。私にも分かりませんのですいません。テスト頑張ってありがとう。直せしの洋服爽やかで買えるよ。本当嬉しいね。パズドラ終わっちゃったらなんかね、実感ない。まだ科目は何が得意ですか。科目はなんだろう、科目は得意なのは生物基礎とかとか家庭科とかですかね。英語も好きだったんだけど、なんか最近難しくなってきて結構やばいです。なんかじゃあ勉強できそう。いや全然、数学っぽい、数学大嫌いです。数学一番嫌いです。どう頑張っても理解できない。そう、ここね、難しいの、むずいんですよ。わあ、いっぱいありがとう、チョコミント。数学は、今年で最後かな。数学あるの。いつか決まった食べ会にバイバイしたしね。確かに。わあ、ありがとう。いちご。たけたけさん、くまありがとう。何話そう花火大会行きたいけどリア充が花火大会いいね。花火大会とか全然行ってないんだけど、花火大会とか全く。研究生公演の演目気になる、教えなーい。7期生でもね、頑張ってください。7期生頑張って毎日、ほぼ毎日のようにレッスンね
してるっぽいので、もう頑張ってっていうしかないですけど、頑張れ、頑張ってね。花火大会とかもう全然全然ですね。アクスタオキ3コインズ2のあるよ。あ、そうなんだ。どんくらいの大きさかによるかも。でもなんか私がなんか今やっぱ皆さんグッズ買ってくださってるじゃないですか、いろいろなグッズを出てくるがグッズ、その中にアクスタって結構な確率で入ってるじゃないですか。そのアクスタを私ももらえて家のテレビの下に飾ってるんですけど、本当に置き場所が困ってて、もうパンパンなんですよ今も。でパンパンでやばくて、本当はテレビ下とかってなんかいろいろコード類とか充電器類とか置きたいのに、もうその幅が取っちゃって置けないんですよ。だからどうしようって考え中。ミクちゃんの誕生日バトル2週間、もう全然誕生日の実感ない。ちょっともう忙しすぎて、7月結構もう7月も結構やばいから、もう全然誕生日にちょっと気を配ってる、ない、気を配れない。隠さないでよ、オタグッズ知り合い来ても隠さんでいて、布教してください。プラモデルか、やっぱそうだよね、男性はプラモデルとか好きですもんね。モデルね、いいですよね、わかります。私もそういう系好きなんで、レゴとか。そうだ、ハイタッチ会だ、そうだ、ハイタッチ会があるんだったね。兵庫県のお気に入り花火、花火大会、兵庫県のお気に入り、全然覚えてない、行ってなさすぎて。なんだろうね。ハイタッチ会って喋れるけど、一瞬すぎてそんないっぱいは喋れないです。なんかもう一瞬喋れない、一瞬で一言ぐらい。いつものお見送り、うん、ぐらい。友人から全悪見解もらえるかリンクで、使ってください、誕生日なんで。ベベドームは花火が上がった、あ、そうなんだ。その一瞬で全力で誕生日祝いは、祝って、めっちゃもう強力な剥がしありますか。うん、まあその剥がしの方によるかもそのスタッフさんによるかもですね。スタッフさんがまだちょっと新人目で控えめな方だとあんまり言わないんですけど、結構ベテランの方だったらもう、はい、早く早くみたいな感じになるので、まあその方によります。夢送りだと書いてるしね、見えますよ私も。わかります、わかります。大変ですよね。ね、今回どんな感じでハイタッチ会するのも私もよくわかんなくて、まだ何も詳細来てないのでわかんないんですけど、そう、剥がしのねベテランがね。アクスタファイルケースか、なんか飾りたいんだよね。
楽しみ。例に人が少ないときは私長めの話、確かにね、確かに。兵庫県明石に親戚で小学生の頃夏休み中遊びに行ってた。本当明石ね、いいんですよね。ありがとうございます。ひろしさんいっぱいチョコミント。無印良品にアクスタを飾るケースって、あー売ってるんだ。あれから宮本ちゃんとやりとりして、やりとりしてないです。 LINE つながりたいけど、つながる手段がないからつなげられない。だから会いに行きます。私が公演見に行って、だって兵庫県出身だしさ、同じ同業だしさ、 LINE つなげてもいいでしょ。あみちゃんインスタしてないよね、まだ。なんかインスタ始めたらさ、インスタの DM で会話できるからさ、インスタの DM でから仲良くできたりとかもできるんだろうけどさ、だけどインスタやってなさそうだったからさ、だからインスタ始めたら話しかけに行きます。りんかちゃん兵庫県初の HK、 そうなんです、兵庫県初の HKT メンバーです。だからね、7期生ってね、兵庫県のこう来てくれないかなと思ったけど、やっぱ来なかったですね。 NMB にもいっぱいいました、10期生。あー、チョコミントありがとうございます。なんか暗くない？なんかもうね、ここに光のリングがあるんですけど、このコードをつなげるためにはとってもとっても遠いところに持っていかないとできないんですよ。リングつなげられなくて、だから全然このリング使ってないんですよ。ここに、ね、壁にねもう貼ってるんですよ、このリングを。スマホリングみたいな、でっかいの、こんくらいの、こんくらいのやつ。NMB じゃなくて HKT のタイミング、私は HKT にいたなこさんが好きで入ってきたので HKT に しました。タイミングとかではないです。あ、タイミングもあるかもですね。なこういう HKT のオーディションあるんだってっていうのをダンススクールのお友達から聞いて、それでみたいな。でしかもなこさん好きだったから、なこさん好きだしちょっと受けてみようかなみたいな感じで、まあ受からなくても別にいいやみたいな感じで受けたんです。そう、そしたらスムーズに最終審査まで行くことができましてみたいな感じでした。そう、なこさん好きでした。あのね、なこさんを知ったのはアイズワンになってからなこさんのことを知ったので、そう、本当にそのくらいから。でなんか結構同時期に AKB もやってたし、 NMB もね、ほぼだけどほぼ同時期ぐらいにやってたから、 NMB はちょっと遅かったけど HKT の
オーディションの話しか私は耳に入ってこなかったから、そうしました。なこさんとお話ししたことあります。めっちゃなこさんから直々に、私がですね、なこさんの卒業コンサートのお昼、昼夜あって、お昼の時に急遽あれをしたんですよ。 How about you? How about you? を How about you? を踊ることになって、急遽で結構大きいステージでリハーサルもあったんですよ、なんか違う場所 でその時になこさんといぶきさんが、いぶきさんからなんか、なこさんがりんかちゃんが一番ダンスうまいって言ってたよっていうのをいぶきさんから聞いて、その時は超嬉しかったです。なんかそう、なこさんが客席から見ててくださってて、その時に言ってくださって、そうだからもうそれでめっちゃ自信がついたんですよ。ダンスの自信がついて、頑張ってやれるようになりました。コンサートなどなこさんの衣装着る、なこさんはね細いので私には入らないと思います、細すぎて。だからめっちゃ嬉しくて、その言葉が一生忘れられないですね。貴重な子ちゃん、そうですね、ちょうどねアイズワンとか多分見た後のオーディションだったじゃないですか。やっぱコロナの期間があってオーディション受けれなくて、でもアイズワンもその時期に活動しててみたいな、で多分それを見てて多分憧れて入った人が多いんですよ。だからだと思います。だからなこさんが多いんだと思います。福岡で初めて食べたグルメはもつ鍋です。オーディションの期間にこっちで食べました、ママと。 OG のね、田中夏実さんが私のことを6期生で一番気になってるって言ってくださったらしくて、めっちゃ嬉しいです。ダンスもめっちゃ褒めてた、本当に。本当ですか。いやダンス上手い子6期生めっちゃ多いから本当になんか埋もれちゃうかもなと思ったけど、やっぱ自分は上手いか分からないけど、その中でもなんか自分の個性を出した踊り方ができたらなって思って最近は頑張ってます。そう、ロッキーはねダンスもうまいしね、可愛い子がね いるんですよ、いっぱい。本当よ、凛花の髪型も好きって、将来今田美桜さんみたいになりそうって言ってました。本当に今田美桜さんね、私も大好き。大好きです。人よりも目の可動域がすごいっていう特技があるらしくて、私もどっちかというとそういうタイプです。人よりも目の可動域がすごいです。いきます、3、2、1。こうできるんです。だからね白目がねすごい多いんです。怖いよね、これ怖い。そう
からちょっと今田美桜さんに、ちょっと今田美桜さんがもうイメージモデルって感じですね。怒りんか受ける。演技もね、とっても上手だし。何どういうこと、ちょっと待って、どういうこと怖い怖い怖い、恐怖。何なんで、怖い、恐怖。やばい。なんで急に怖い。顎が外れちゃいそうなんですけど、待って、これちょっと桁数えるね。タワー10個、ありがとうございます。チョコミントさん、ありがとうございます。なんで怖い。お元気です？めっちゃお元気です。元気ですか？大丈夫ですか？10連ありがとうございます。怖い。なんか何も前兆もなくさ、来るの怖いんだけどね、私卒業する？まさか卒業配信、これ卒業配信ですか？怖い。画面がチョコミントでいっぱいになった。怖い。競争イベントには参加してないんですけど、あんまり参加 しますとは言ってないです。私はゆるくチョコミントが大好きだよっていうアイドルです。ただのチョコミントのアイスが好きは好きだけど、好きですよアイドルです。そう、やば、ありがとうございます。チョコミントさん、チョコミントさんは何者？チョコミント1目指でしょ。いた、頭打った。目指すとは言ってないです。私でもチョコミントは大好きです。ありがとう。1位にしたいの？待って、受ける。チョコミントさんかっこよ。名前もチョコミントでさ、ね、名前もさ、わからない、誰かわからない正体の方がさ投げてくれてさ、さっと去りゆく、素晴らしい。ありがとうございます。ちょっと心臓に悪いんです。心臓に悪い、本当に。大丈夫？本当に大丈夫？間違ってさ、ね、昔は美少年さん思い出すよね。間違ったんじゃない？ボタン押し間違えたよ、きっと。多分それボタン押し間違えてるよ、本当に。チョコミント苦手だけど、これ買ってきてコンビニから食べて感じで、びっくりマウンテンだわ。もうガシャビ少年さんが名前書いてるじゃん。ワンチャンね、ワンチャンありえるよそれ。そう、絶対100ポイントのギフトと間違えたよ。ね、団長の上がチョコミントで幸せなんですけど、それはそれで。マジでびっくり。
ありがとう、ありがとうね、本当にもう申し訳なくなっちゃう。ありがとう。マジでびっくりマウンテンなんですけど、ありがとうございます。もう本当にもう、なんで昨日別のリバースね、すごいよね、すごいすごい。チコミントの香りがしそうね。本当だよ、本当に。クマがチョコミ、クマがチョコミントかぶってるのにね、わかる。クマが見えないもん。アイス、アイスだけね。今配信見てる人びっくりするよね、何の配信ってなるよね、本当に。3日間ぐらい配信お休みしてて、その分ってこと。怖いねえ、怖い、ダメだよ。ありがとう。じゃちょっとずっとこんな話をするのもあれなので、普通にお話ししましょうなんかありますか、話題あるかな。ちょっとびっくりして何も話すことが。面白いこと、面白いことは特にないですね。7期生について、7期生と私あんまそんなにね話してないの、てか話せないの。そう、あの子は誰を、私見に行きたいんです、映画怖いの。そうそう、あの渋谷凪さんがや主演なのかな、なんだけど本当に見に行きたくて、ゆいなと見に行きたいねっていう話してたのはその映画です。なぎささん行こう、君ビーチも真ん中胸がキュンとする。前もね、変な家をゆいなと二人で見に行ったんですけど、二人でもう抱きつきながら、もう怖くて怖くて、ほぼ見てない、もうずっとこうやって隠してた。家でも、家でもホラー映画見るときはママがいるときだけ、一人のときは見ないです。誰かと一緒にいたらね見れるんだけど、一人だと見れないです。あ、あの子は誰っていう映画ですか、どんな映画なんでしょうね、あんま私も分かんないです。そう、変な家、私小説も買ったんですよ、なんか変な家の続きのやつ買って買いました。もう読みたすぎて、面白くて、めっちゃ。それも明日、あの眠、あーなんかあれやね、あなたの、あなたが眠りにつく前にみたいなやつよね。20世紀少年、なんか聞いたことはあるけど見たことはないな。ね、ホラー映画の出演あったらいいねそんなことはないだろうけど。私あれですよ、あれも 見に行ったからね、ちゃんとあの学校のさやつ、人形のなんだっけ、私がさ、そのか作者さんとつながれたやつ、つながったやつ、作者さんがコメントしてくださったやつ、なんだっけ、体探し、体探しの作者さんとねがコメントしてくださって、私のだから
から体探しの作者さん、私を、ホラー映画に出演させてください。お願いします。目の可動域はすごいので驚いた顔とか得意です。化け屋敷はそんなに得意じゃないです。ユニバのホラーナイトは大好きです。ホラー映画ファグね。まずは本コアから。本コア本当に私無理。なんか本当にあった系無理なんだよな。なんかもう本当に見たと見た日は本当になんかもう全部想像しちゃったり、なんかね、エレベーターのお話とかあるじゃないですか。どこのエレベーター乗ってもそういう想像しちゃって本当に怖くて無理なので、あんまり見ません本コアは。え、幽霊役もいいよ。怖いの見たら風呂入れない。布団から足出すね。布団から足出せないのめっちゃわかる。お風呂は入れるんだけど、お布団からね。心霊写真特集とか大好きなのよ。私も大好きなんだけど、あの見れない一人じゃ。 HKT 劇場お化け出るのあんまり聞いたことないです。あんまそういう話をしないです。まずでもそういう活気づいてるっていうか、そういうステージとかに立ってるところ、ステージとかって結構やっぱり寄ってきやすいって言いますもんね。絶対足引っ張られるよね。そうなの。布団からね足出して寝てるとね、足引っ張られる感じがねする。本当に映画はね大好き。そう、金縛りもね一回もなったことなくて、なりたいんですよね。でもあんまならない方がいいって言うけどね。金縛りになってみたいけどね。どんな感じなのかね。お見送りで席の数より多い人数が来てる幽霊でさね、数えてらんないから。お見送りの時なんて数えてられない。もう数えられない。幽霊は見たくないです私。金縛りにはちょっと会ってみたいなと思うけど、幽霊は別に見えない方が幸せだと私は思います。なので見なくていいです。金縛りになってみたい。そう、珍しいですよ。金縛りになってみたいよ。なってみたい。なんかね、フィッシャーズさんって皆さん分かりますか？ YouTuber のフィッシャーズさんって分かるかと言いますかね。あんま分かんないかな。うん、知ってる。まあ知ってる方はいて、知らない方も多分いっぱいいると思うんですけど、そのフィッシャーズさんが、あ、いや結構知ってるんですね皆さん。そうフィッシャーズさんがのフィッシャーズさんのシルクさんって分かりますか？そう、そのシルクさんがなんか結構その心霊体験をしてしまうみたいな。でその霊を感じるようになってしまったのは、なんかあるところに行ってからなったっていう、その心霊が見えるようになっちゃったお話、そうお話
がなんかシルクさんの YouTube に公開されてて、なんか映画風に全部編集されて公開されてるんですけど、その映画が超怖くて、もう本当にめっちゃ怖くて、シルクさんの体験談が本当に、あと体験談がめっちゃ怖くて、それを一回うららちゃんのお家で、うららちゃんと私とゆうなと、ゆうなとかな、とななかちゃんかなの4人でうららちゃんのお家に遊びに行った時に、うららちゃんと一緒にそれを見たんですよ、みんなで。でもそしたらもう超びっくりして、もう本当に怖くて、超めっちゃ怖くて、めっちゃ本当に怖かったんで皆さん見てくださいあの YouTuber シルクさんの名前でシルク心霊とか調べたら多分出てくると思うんで、皆さん見てみてください。結構ちょっと長い、本当に映画っぽい映画なんでね、感じで、そう、係です、係見てください。その話聞いてる、でも見てください、超怖いです。で怖すぎてみんなでこう体育座りして、みんなでこう縮こまってたんですよ。でびっくりしすぎてガーって言った瞬間に、うららちゃんが私の右にいたんですけど、私の膝がうららちゃんの鼻、うららちゃんもこうやってして、私は逆にこうガーって足も上げちゃったんですよ。そしたらうららちゃんの顔と私の膝が鼻にぶつかっちゃって、うららちゃんの、そしたらうららちゃんが鼻血出ちゃって大惨事だったんですよ。本当にごめんなさい、その時は。うららちゃん、そう、それぐらい本当に怖いってことです。係は、そう、鼻血出ちゃったんです私の膝と当たっちゃったみたいで、私全然本当に怖くて感覚なくて、だけど私の膝に当たっちゃったみたいで鼻血が出ちゃったみたいです。ごめんなさい。それぐらい本当に大事件になります、本当に。そのぐらい怖いんです。もう叫びすぎました。なので係、皆さん見てみてください、超怖いです。結構ホラー映画見てるんですよね、私。映画コメント言ったんやん。そう、わかるよ。ドアの隙間とかはね、誰かが覗いてそうで怖いよね。視線感じるもん。てかさ、いっぱいチョコミント送ってくださっちゃった、くださったじゃないですか、こんなにいっぱい。なのに順位14位から一つも上がってません。最初16だったんだけど、ちょっと上がって14位です。もうなんかすいません、本当にこんなにもらってるのに、本当にごめんなさい。ありがとう、もう大丈夫だよ、本当に本当に本当に大丈夫だからね。恐怖の森の吉江より怖そう、何それ、何。介護の仕事をしていて、夜勤の巡回の時に利用者さんに、後ろの人誰って言われたことあって、怖いよね、本当に怖いよね、怖いけど、介護の方ですよ、だからおばあちゃんとおじいちゃんとかですよね、だからおばあちゃんとおじいちゃんの幻覚かもしれません、幻覚かもしれません。家でも前髪下ろすことない、前髪ないんです私、前髪がもうこれなんです、前髪がこれだからないです、下ろすことというか前髪がないです。貞子もね、怖かったよね、怖いよね。
幼稚園とか小学校低学年の時はよく漢字盤になってた、気づかなかったけど、やっぱそうだよね。なんかあのね、YouTuber の霊媒師さんが好きで、ギャル霊媒師さんの飯塚由衣先生っていう方が大好きなんですけど、よく YouTube 見るんですけど、お家にいる生き霊とか普通にいろんな霊とかを解除っていうか退散してくれる霊媒師さん、まあ、霊媒師はそうだよね、なんだけど、その方の動画がめっちゃ好きでよく見るんですよね。そう、心霊、まあ霊媒師なんか本当にちゃんと的確なこと言ってるし、本当にすごいの。そう、ギャル霊媒師っていう方なんですよ。もう本当にそういう名前でやってるんですよ。ギャル霊媒師の飯塚由衣先生っていう方がいるんですけど、本当にそういう名前でやってて売ってて、そう、本物の霊媒師。やっぱ霊媒師ってやっぱなんかまあ嘘っぽい方もいらっしゃるじゃないですか。あんま当たってないよとかそういう方も多分いらっしゃると思うんですよ。だけど本当に飯塚由衣先生は本当に正真正銘の霊媒師なんですよ。そう、YouTube してるんで見てください、皆さんの方。幽霊に向かってやばいやばいとか言うので、本当になんかちょっとヤンキー系に怒るって感じ。なんか舌打ち、幽霊に向かって舌打ちしたりとかするんですよ、その先生は。とか、なめんなよとかめっちゃ言うんですよ、霊に対して。霊がその霊媒師っていうことが分かってるから、霊がね。だから霊がその飯塚由衣先生に向かってめっちゃ言うんですよ、なんかボロクソに。でそれに由衣先生も反応して喋りかけてるみたいな感じなんですよ。だから本当に見てみてください。その人だけはなんか私信じれるんですよ。だから私に何かそういう何かがあったら、もう飯塚由衣先生にお願いしたいなって。なんか出張もしてるみたいで、出張のお払いとかもしてるみたいなので、やってみてください。うん、何かあったら本当にその人に頼んだ方がいいと思います。飯塚由衣先生おすすめ。YouTube ね。ねえ、怖いこと言わないで。肩に何も乗ってないから。ダメだよ、そういうの。驚かすの禁止です。だからちょっと、なんか、肩こりじゃない肩の重さを感じるなとかだったら、生き量とかなんで。でも多分つきやすいのはこういうアイドルとか職業をしてる方だと思うんですよね。やっぱなんかステージに立つ人ってファンの方々に自分の気をあげるし、ファンの方の気ももらいやすいらしくて、飯塚由衣先生によると私の気もあげるし、だけどファンの方から気ももらうから、そのファンの方からの気で取り付いちゃったりとかあるらしい。だからそういうステージに立ってる人たちって、あの結構多分生き量とかに取りつかれてしまったりとかしやすいらしいです。そうだから、そういう女優さんとかもアイドルとかそうですし、絶対多分女優さんとかも俳優さんとか絶対めっちゃ生き霊とかいると思うし、そう。だけどやっぱつく人とつかない人もいるからね。だからそういう
人の気をあげたりもらったりする場所はすごい多分寄ってくるらしいです。そういうだからそうそういうことで、なんか置き塩なんか寄ってこないために塩があるじゃないですか、置いとく塩みたいな。あれって本当にちょっとしか持たないらしくて、何日だったか忘れちゃったんですけども1日とかだった気がします。本当にだからそうらしいです。森塩だ、森塩だから、なんか置いてる、ずっと置いてる塩はもう本当に意味がないらしいから変えた方がいいらしいです、頻繁に。だからそれになんか一人結構取り憑かりやすくていっぱい取り付いてる、一人取り付いてる人がいるとそのところに寄ってきや霊も寄ってきやすくなるんで、その人が心霊スポット状態になるらしいです。心霊スポットも一人の幽霊がいたらそこにどんどん幽霊が集まって心霊スポットって言われるんですけど、人でもそうなる状況があるらしくて、一人が取り付いてたらどんどん霊が違う霊とかが寄ってきてどんどんその人に取り付いちゃって、その人がこの人自身が心霊スポットみたいに なるらしい。すごいですよね、怖い。でもね、幽霊もね悪気ないんだよ。本当に幽霊も絶対悪気ないしね。だから絶対皆さん幽霊をバカにしたりとかしちゃダメですよ、絶対に。心霊スポットとか絶対行かないでくださいよ、本当にバカにしないであげてください。そう、私たちもいつか幽霊になります。メンバーで霊感そういう話しないですね。霊感強いって言ってる子いないですね、あんまり。みんなで行くのか一人コンビニで、そういうタイプが一番いいと思います。本当にオカルト、そうオカルト部あるじゃないですか。私めっちゃ本当に好きだから、本当に大好きなんですよ。こんだけ語れるってことはオカルト部に任命ですよね、やっぱり。任命、オカルト部に適任。美咲さんとひじいさんはね YouTube 見ました。どんなのやってるんだろうと思って、やっぱそういうの興味あるから見ました。幽霊公園とか怖いこと言わないで。うん、心霊スポットは行かないで。本当になんか結構私好きなこととかに対しては本当にめっちゃ見ちゃうしめっちゃ覚えちゃうんですよ、好きなこととかは。そう、めっちゃ見ちゃうしめっちゃ覚える。だから嫌いな数学とかは全く頭に入ってこない。そう、話すと止まらない、マジで。大好きなことについては文系かな。あ
の子は誰見に行く絶対に。好きなことにはとことんそう熱心になっちゃうんです。でもリンカちゃんについてだったら話が止まらなくなる。本当に話止まらなくなる言ったね。言うなきトイレとか絶対にいけないね。あれはね怖い怖いです。リンカちゃんとリンカちゃんについて語り合わん語り合えないよ。私のことを語ることないよ。今日ルセラフィムすごい可愛かったですか。やっぱりリンカちゃんのショールーム配信はまた来たくなる。本当にめっちゃこういうなんか私の好きなことについてしか話せてないけど大丈夫。ユーリも分かる。 UFO 信じてるよね。だから私前公演でも言ったんですけど本当に空に人が飛んでるのが見えたんです。でもどんな色してるとか見えなくて影で見えたの。黒い影で見えて人が飛んでたの。でも一回見てなんだあれと思ってまたこうやってしてどこに行ったのかなと思ってまた2回目見たらいなくなってました。もうあれは確実に UFO です。 UFO っていうかなんていうのかもうなんかの物体。本当に誰か解明してください。人が飛んでた。スターパイロットって UFO 見えたらお仕事できなくなるんで。なんでなんでなんで飛行機とか鳥とか本当にめっちゃ近くで見えました。めっちゃ近くで見ました。めっちゃ近いです。本当にめっちゃ遠くの空とかじゃなくて本当に結構近めで見えました。これは本当にもう見えた瞬間にお母さんに見て見てって言ったけどもその頃にはいなかったんです。フライングヒューマノイド、そうフライングヒューマノイドなんですよ。多分絶対そう近くなの。おめっちゃ大きい。結構大きい。何歳の時幼稚園の年長とかかな。年長さんぐらいの時かな。宇宙人は見えない。ね、なんか気になるよね。気になっちゃう。そういうお話大好きです。みんなも好きだよねきっと。やっぱり近いのすごいよね。じゃあ誕生日したいと思います。13位よっちゃんさんありがとうございます。12位けんさんありがとうございます。11位ジージーリーモンさんありがとうございます。9位のぐひでさんありがとうございます。8位ひしみらこうさんありがとうございます。7位あずまいしさんありがとうございます。6位ターさんありがとうございます。5位かいほっけいまんさんありがとうございます。4位ビーバーさんありがとうございます。3位たけたけさんありがとうございます。2位ひろしさんありがとうございます。そして1位はチョコミータさんありがとうございます。ありがとう。タワー10連ありがとうございますそれでは明日お会いしましょう。皆さん楽しかったです。ありがとう。